巨人ファンの皆さん、ダビットくんだよ。巨人ファンのみんなは、エアドスターで使ったことあるかな？エアドスター。ね、キーボードとかにプシュプシューってやってね、掃除とかする、ゴミ飛ばす、ホコリ飛ばす、すごい優れもののあれなんだけどね。いやね、ジャビットくん、この間ついに貯金が底ついちゃってね、食べるものもなく、飲むものもなくなっちゃったんですよ。気持ちいいなーって思ってね。でもね、そんな時でも、僕のそばにはエアドスターがあると。エアドスター、僕にはエアドスターがあるじゃないかと思ってね。ちょっとエアドスター食べてみようと思ったんですよ。でね、エアドスターでも、エアドスター、エアしかないから、こう、口開けて、プシュってやるんですよ。どうなったと思います？エアドスター、プシュってやったら、どんな味すると思います？皆さん。意外とね、苦いの、これ。苦いのがね、おえってなった。おえって。フロンラベルっていうのは、じゃあ、ノンフロン、地球温暖化の影響は、そんなにないよって書いてあったんだけど、地球には優しいけど、ジャビット君には厳しいね、エアドスター。結構付き合い長いからね、なんか甘い、いちごジャムみたいな味でもするのかなって期待してたけど、全然そんなことはなかったね。なので、エアダスターで上をしのごうとしている皆さん、やめた方がいいです。苦いですよ。まあみんなそんな感じだけどね、新年度頑張ってこうね、お金貯めましょう。ジャビットくんでした。